渡辺克也6月19日隊は日本のオーボエ奏者。東京芸術大学を卒業後、ベルリンドイツオペラの主席奏者を経て、現在はソリストヨーロピアンズルクセンブルクの主席奏者を務めている。ソリストとしても活発な演奏活動を行っている。ベルリン在住、専属学園音楽大学客員教授。4歳より鈴木メソードにてピアノを。 14歳より応募を始めた。1985年、第1回国際応募へコンクールで入賞した。東京芸術大学在学中の1988年、新日本フィルハーモニー公共楽団の副主席奏者に就任。1990年、第7回日本神田楽器コンクール応募へ部門で優勝し、合わせて大賞を受賞した。1991年に、 ドイツにわたり、ブッパータール交響楽団、カールスルー・エバーデン州立劇場、ベルリンドイツ・オペラの主席奏者を歴任し、1997年からソリストヨーロピアンズル・クセンブルクの主席奏者。ソリストとして、スロバキアフィルハーモニー還元楽団、ハンガリー放送交響楽団、ザグレブフィルハーモニー還元楽団、ベネツヤ室内合奏団、東京都交響楽団、 神奈川フィルハーモニー還元楽団、群馬交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、日本センチュリー交響楽団、山形交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団などと共演している。2003年から現在まで、計14点の CD を発売している。2010年からは、ヘンスラークラシックから発売している。詳細は、外部リンク。 渡辺克也公式サイトのディスコグラフィーを参照。ありがとうございます。